井智則です。さあ本日はクリスマスイブということで、今回はみんなで新ネタ考えよう、サンタクロースバージョン完成いたしました。ね、ということで僕もね、サンタの衣装と、そしてこのね、なんかこうソファーが緑でクリスマス感がグッとなったよね。いい感じで、もう何ヶ月か前に新ネタ考えようで、僕が昔考えたサンタクロースっていうネタを見てもらってね、ほんとどうしようもなかったんですよね。最後ひっどい締めで終わるというね。ただ今回はみんなのボケと僕のこの頭脳で素敵なサンタクロースバージョン新ネタができたと思います。今回ね、このサンタクロースっていうネタを見ながらね、子供たちはお利口さんにして今日寝て、明日の朝サンタさんが来るのを待ちましょう。そして恋人たちはね、この僕のネタを見ながら聖なる夜を過ごしていただけたらなと思います。ということで、まず見てもらって終わってからどなたのボケを採用したのかを発表していきますんで、まずはでは生まれ変わった新ネタサンタクロース、ぜひ見てください。どうぞ。今日は待ちに待ったクリスマスや。サンタさん来てくれるかな。お利口さんにしてたらサンタさん来てくれるってお母さん言ってたしな。ちゃんとお手紙も書いたしな。よし、お利口さんにして寝よう。サンタさん、よろしくお願いします。おやすみなさい。楽しみやな。サンタさんへおもちゃが欲しいです。来てる、サンタさん来てる。え、おもちゃや。よもんな。サンタさんへポケモンが欲しいです。サンタさん来てる。ポケモンや、ポケモンや、ポケモンや思ったらポケットものすごいあるもんぺやん。サンタさんへお菓子とゲームが欲しいです。サンタさんや、お菓子とゲーム入ってる。お菓子や、お菓子のカルメ焼きや。あれ、ゲームは、あ、針が入ってる。これで傘のマークを、傘のマークを丁寧に丁寧に型取りして、イカゲームやん。サンタさんへみんなに自慢したいので PS5 が欲しいです。え、智則くんへ、ほんまそれな。手紙だけかい。サンタさんへ、プレゼントはいりません。本物のサンタクロースが見たいです。サンタクロースや。え、サンタクロースや。どれにしようかな。肩ロース、リブロース、豚ロース。いや、これ三択のロースやん。サンタさんへ、スイッチが欲しいです。でもこれ電気のスイッチやないか。ではありません。おもちゃが欲しいです。でもお餅と矢でお餅やないか。でもありません。プレゼントなら何でもいいです。でもカレーの何では絶対にありません。いや、全部先に言われて切れて帰ってるやん。サンタさんへ、
病の母を助けてください。病の母を救うための薬をください。ついでに大きな一物をください。クジラのように大きく、キリンのように反り立った大きな大きな一物を僕にください。いや、これドブロックやないか。いや、絶倫無双すっぽん置いていくな。サンタさんへ、本物の可愛いコアラが欲しいです。やっぱりサンタさん来てくれへんかったか。本物のコアラなんて無理か。テレビつけよう。続いてのニュースです。昨夜コアラを盗もうと男が動物園に侵入し、駆けつけた警察官に現行犯で逮捕されました。調べに対し男は、子供が待っている、子供が待っていると供述しています。サンタさん、サンタさんへ、サンタさんの一番大切なものが欲しいです。お母さん。さあ、いかがでしたか皆さん。トナカイは使っちゃったね。あのトナカイは原田専門家の実家にあったトナカイ。あれをどうしようかって悩んだよね。あのトナカイの首はもう買うのも高いしね。そうですね。買ったらいいけど、買った後どうするってなって、本でなんか原田専門家の実家から送ってもらって、でもそれが奇跡的なことでね、あのまたトナカイの首がね、あの採用できたんで。ということで発表していきましょうか。投稿総数2321件。ね、たくさん来ていただいて、まあ、これ途中で僕らね休止したからね。そうですね。その時にからもやっぱ止まっちゃったのもありますけど、2321件くれました。最初の1個目とね、ポケモンはまあ昔僕がやったネタで使わせてもらって、3つ目のボケ、イカゲーム、いいよね。これはね、ペンペンさん、他手紙にカルメ焼きが欲しいですと書いて、カルメ焼きと針が届いて、トモノリイカゲームさせようとすなっていうのから派生してですね、おもちゃとゲームが欲しいですにさせてもらって、イカゲーム見てない人がね、分かるかな。確かにそうですね。イカゲーム見てない人はね、これ象徴的なシーンなのよ。ここ見てください、イカゲーム。そして次、トモノリ君それなっていうね、手紙だけかいっていうのは、これラクタカさん、面白かった、僕は好きやったね。サンタさんへ、最新のゲームが欲しいですって言って、トモノリ君へそれなっていうので、文通してるだけやないかっていうのを、まあ、これはもう、まあ、ほぼ丸々採用させていただきました。そしてこれも分かってね、サンタクロース、サンタクのロース、ロースが3つあるっていう、これはね、オラさん、他多数、それサンタクロースやないかっていうのは、まあこれ多かったんで採用させていただきました。そして次ね、これ多かったのよ、電気のスイッチ、スイッチが欲しいですっていうの、電気のスイッチ、これは塩美香さん多数ね。あとおもちゃが欲しいですと、お餅とやーやーっていうのも、これズーミンフィーチャリング中二病さん、他多数、これめっちゃ多かったんですよ。で、何が欲しいで、あ、何でもいいのでっていうね、何が届くっていうのは、雑食オタクさん多数、まあ、これだけじゃね、正直ね、使えないとね。スイッチで電気のスイッチ、おもちゃでお餅とや、なんでカレーの生、さすがに使えないというところ、プロの技で、このプロの技であえて言っといて、それは欲しくないと。ほんでサンタがね、多分来たんやろね、来て手紙読んで、いや、バレちゃうやないかって言って切れて帰るというね、使わせていただきました。そして、あ、これ俺好きやったな、ドブロックね、風雷神京さんかな、陣内、サンタさん、お母さんの病気を治す薬をくださいと書いて、大きな一物の像が届くと、で、大きな一物をくださいなんて頼んでない、ドブロックのネタやないかっていうのがあったんで、まあ、多少変化させて使わせていただきました。そして、これも面白かったね、サンタさん逮捕されるやつね、メイゴロウさん、陣内、どうせ叶わん願いやったら無茶振りしたろ、サンタさん可愛いコアラが欲しいですと、で、翌朝何も届いてない、やっぱ本はな、サンタなんか嘘やって言って、テレビのニュースを見る、サンタが警察に連行されるとこが映って、昨日サンタがコアラを連れ去ろうとして当局に逮捕されました、サンタさんやってくれたんやと感動する、これもほぼほぼ使わせてもらってロケも観光するのでね。で、最後はトナカイの首が届くというのを使わせていただきました。まあどうやろう、
まあまあまあ、なんとか皆さんのボケを対応できたんじゃないかなと思います。でね、今回一番多くくれた人、これ前回に引き続き、レックス宛ての招待状を盗んで参戦した怪盗姉妹、日向姉妹の穂村&光っていうね、前回ファックスのネタで492コメントをしてくれました。で、今回は130コメント。レックスさんありがとうございます、本当に。他はね、カンパネラさん、79コメントと、雑食オタクさん、51コメント、森山森森さん、28コメント、カズニャ21コメントと、結構ね、たくさんくれました。で、今回、ムッチ、5コメント。ちょっと少なかったね、ムッチ、今回は。で、今回ね、たくさんあったんですけどね、どうしたらええねんっていうのが。ちょいちょいおんのよね。確かに、いますね。うん、どうしたらええねんっていうのが、まずね、チロルシップ8さんが考えてくれたやつ。サンタさんへ、ポケモンブリリアントダイヤモンドシャイニングパールが欲しいです。って書いたら、朝起きたら、田尻さとしさん、かっこ、株式会社ゲームフリークの代表取締役社長、ポケモンの生みの親、田尻さとしさんが隣で寝てる。どうするかっこ服がはだけてるって言われて、頼めるか、こんなもん。もう一人、P 仕掛けさんかな。サンタさんへ、仮面ライダーが欲しいです。と書いてあって、朝起きたら、袋の中から藤岡弘さんが出てくる。どういうね、藤岡弘さん。どう頼むねん。みたいなのもありましたけども、投稿総数2321コメント皆さんありがとうございました。ということで皆さん素敵なクリスマスをお過ごしください。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。